夏目坂夏目坂通りは東京都新宿区のやや北東部に位置する市町村道の一つである。距離は約690メートルで北の馬場下町交差点と南の若松町交差点を結ぶ坂道となっている。夏目家がこの坂の途上にあったことから命名。漱石自身も随筆、ガラス戸の中の中でと衝述している。新宿区は漱石の偉行を忍び、 この坂の3カ所に名称由来の標識と坂下の記念碑を付設した。定地に位置する北の早稲田通りと高台に位置する南の大久保通りや抜け弁天通りを結び、東側は住宅街が広がる原町が、西側は寺院や墓地が広がる菊井町がある。坂の中原には平坦な道が続き、この付近では明治年間創業の看板を掲げる料亭も多い。 昼間は交通量の多い抜け道となっているが、夜間や休日では比較的完静な通りでもある。坂の途上にはコンビニ、居酒屋にデイケアサービス、医療機関と年代層が限定されることのない住環境が整えられている。また、坂の中原に都営バスのバス停留所がある。坂のふもとは東京メトロ東西線の早稲田駅前にあたり、 坂の頂上は都営大江戸線若松川田駅や牛込柳町駅まで徒歩5分の距離に位置するため、極めて交通機関に恵まれている。坂下には郵便局とマクドナルドがある。夏目漱石、ガラス戸の中、岩波文庫 P66 から67、夏目房之の助、孫が読む漱石実業の日本社2006年、P13 から17。ありがとうございます。